10年前はまだ芸人をやってまして、うんうん、正直全くついてなかったんですけども、うんうん、まあ占いはやってたんですけども、うん、正直自分の占いで死ぬって出てたんですよ、うん、で、これは死ぬんだろうなと思って、まあその1年ぐらい前からどうせ死ぬんだったら一生懸命人のために占おうと思って、うんうん、お金ももらってないし人のためにずっと生きてこうと思って、うんうんうん、ずっとやり続けたらいろんな人がなんか言い立ったやつはすごい一生懸命人に占ってくれるっていう風になって、うんうんうん、それが結果こういろいろ今の仕事につながってきたりとか、うんうん、自分の生き方をず昔はもうちょっとわがままで通したんですけども、うんうん、その時ぐらいからもう自分のために生きようってことを一切やめて、うんうん、人に喜んでもらうことだけで生きていこうと思ったら、うん、それ今見てこう人生はすごい良くなったので、昔の自分今見たらすごい嫌なやつですね。もうちょっと自分が何とかしようとしてたので、うんうん、じゃなくて人のためにどう生きようかだけを考えたらこんなに人生楽しくて楽なんだなと思って、己って自分っていらないんだなと思いました。なるほど、面白いね。なかなか己だけのことが考えられないですけど、ね、まあ、そう真似しようとは全然思いませんけど、やっぱそのいろんな人見て自分も楽しいし、やっぱ人も楽しいと思わせられたら、うん、人ってすぐ幸せになるので、うん、我が我がにならないようにした。でもやっぱ見ててこの人ネガティブだったらポジティブに変わったなとかいう人も結構います。いますいます。あ、いるんだ。ネガティブ思考はポジティブに変えられますね、簡単に。あ、そう、ね、ネガティブな人本当はものすごい幸せなんですよ。うん、現状の幸せをただ見てなくて上を目指しすぎてるんですよ。お、単純にご飯3食食べてるんでしょって、うん、あ、じゃあ幸せですねっていう現状の幸せをずっと言っていくと、あれ、うん、気がついたら幸せだったみたいな方が多いんですよね。結構裕福な方とか満足されてる方が意外とネガティブだったりとか、うん、ニートで引きこもりですみたいな、いやいや、うん、働かないでご飯食べて超ラッキーじゃんみたいな、うん、そんなラッキーな状況ないでしょ、したら確かにそうだなみたいな、うん、こんな運がいいんだからなんか始めたらって言ったら、で始めてみます。6年間引きこもりだった子がこの前やっと大学行ったりとか、うん、大学受けましたって子がいたりとか、うんうん、その変わるのは何が一番大きな転機になるんですか？言葉に出して言うとか。言葉に出して、まあ最終的には行動しなきゃいけないんですけども、なんかね、その目の前にある幸せとか、人って今この現状がどう幸せなのかって思ったら、あ、じゃあちょっとやってみようかなって動き始められるようになるので、なんかね、もう本当、日本人に生まれただけで全員幸せですよって常に言ってるんですけど、こんなラッキーな国ないですからね。ああ、なるほどね。これは誰かと話したら、ホームレスがウォシュレットを使ってる国はこの国しかないです。ああ、なるほど、なるほど。公共のトイレにウォシュレットがあって、トイレットペーパーがある国なんて、こんな幸せな国ないぞって。ホームレスがウォシュレットを使ってるって。まあ恋愛運とか、運命とか、はい、この金運の話したんですけど、はい、まあそうなると大体皆さん聞いていくのは健康運だと思うんですけど、そうですよね。体が大事ですよね。どうですかね、健康運って。まあ大体健康運って必ず、まあ手相じゃないですか、まず、はいはい、手相でもよくあるのがその、はいはい、生命線が短いから、うん、よく言いますよね。悪いとか、悪いとか、まあいろいろあるんですけども、生命線が短いからすぐ死ぬとかではないので、うん、まあちょっと体調崩しやすいのはあるんですけども、手相って生命線、まあこの親指からで、ここから出てる半円の線なんですが、この線が、弧を描いてギュッて丸くなればなるほど健康体ですね。丈夫な人に。ここが横線入ってなかったりとか、綺麗な人ほど、健康でいられるっていうのは、まあでもこれ本当にそうですね。うん、僕でも占いずっと勉強してるけど、はい、みんな体の、要はどこが壊れるか、簡単にわかるんですよ。壊れるかって壊しやすいかっていう、これ自分の、欲望によってどこが壊れるかが分かる、うん、お、例えばお金が好きな人とかどうなるんですか。そうそうそう、そういう感じですね。まあ、第一に、まあ、欲望が5つ大きくあるんですけども、はいはい、金運、お金がなきゃ絶対ダメだっていう人と、はい、権力欲ですね。あ、人脈とか権力、人っていうのを大事にする人と、あと創作欲、うん、芸術とか美術とかものづくりっていう欲と、あとまあ食欲、性欲、うん、分かりやすいとか、物欲とか、まあ、欲、人間的欲望であるんですね。あともう一個は自我欲で自分のことしか考えられないっていう、我がみたいな、自分さえ受ければいいって、うんうんうん、大体ね、占い上この5つが多いんです。はいはいはい、はい、これを皆さんの、まあ、強弱ありますけど、うん、持ってるんですけども、うんうん、この欲望がどれに当てはまるかによって体調どこ崩れるか分かるんです。ああ、そうなんですか。と、はい、崩れた体調を自分で見れば逆に自分の我欲も分かるってことですね。そう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 。なので、例えば金運っていうのが、はい、これ水っていうのを表すのでお酒ですね。うん、肝臓、腎臓と、うん、あと水をちょっと飲まなかったりするだけで体調崩れるとか。糖尿なんかもそれに入りますか。糖尿も入ります。なるほど。これ。
ドキッとしましたけど、ね、財の人が一番崩れる、はいはいはい、で人脈とかの人は、人脈を人を大事にする人がいないと嫌だっていう人、うんまあ、よく言えば人の面倒を見たがる人が崩れるのが、膝足腰膝足転びやすい骨折とか、骨を折るとかって人はここが一番崩れやすいんですね。で、創作欲ですね。芸術美術とか何か物作りたいとか新しいものを生み出したいって方は、目の疲れ、偏頭痛、肩こりと、あと特に耳、目、この2箇所が一番やられやすい。聴覚、視覚っていう、はい、感覚を使わさどるところですね。脳梗塞、とか脳卒中とか多いのがここです。で、食欲、性欲の人、一番分かりやすいのが、鼻炎、喉、口内、喉周りですね。すごい虫歯になりやすいとか、常に鼻がズルズルするとか、肺炎とか、気管支炎とか、なりやすい人がここになりやすいです。あと、自我という自分勝手な人。自分勝手な人ほど、胃腸が悪いです。胃炎になったりとか。なるほどね。神経使ってるように見えて、実はそうでもなかったりするんですかね。そうそう。自分が自分がっていう人ほど、自分の体をメンテナンスしてないこと多いので、意外と胃腸が悪かったりとか、大腸がんになったりとか、大腸ポリープになったり、その、になる人が過去多かったので。でも、健康、僕、いろいろ見てて、はいはい、運がいいとか運が悪いとかいろいろあるんですが、本当に運が悪いとずっと病気の時ですね。ああ。そうですね。たまに体調が悪いとかっていうのってのは、まあ、自分が思い通りいかないっていうのが一番運が悪いっていう意味ではそういうことになりますよね。当たり前ですけど、お金いくら持っててもやっぱ不健康だったら意味ないし、みたいな。どんなにね、いい友達ができても体調崩して会えなければいけないし、みたいな。まあ、恋愛が良くてもね、体調良くなきゃ、まあ、いろんなことできないですね。心技体って言葉は、柔道になるじゃないですか。心、はいはい、まあ、心、心、技術と体、体、これね、格闘家が聞いたんですか、聞いたんですけども、どんなに健康的な体を持っていても、うん、どんなにすごい技術を持っていても、心が折れたら残念もスタートしませんっていう。一番最初に大事なのは心なんですよ。うん、やる気だったりとか、うん、気持ちいいっていう。占いって心を意外とコントロールできるんですよ。あ、心を。やる気にさせようとか、元気にさせようとか。ああ、そうですね。来年タラさんいいですよって言ったら、うん、よし、頑張ろうと思うから。なりますね。だから技術も見返って体も健康でいようと思うよっていう。うん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 、一番最初の入り口が占いだったりとか、うん、そのメンタル的なものなので、うん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 、心を丈夫にするとか心を鍛えるっていうのはものすごい大事で、そうです、僕ね、飯田さんやっぱり占いで一番すごいのはそこだと思うんですけど、まあ、よくその、まあね、こうなんか悪いと地獄に落ちるわよなんて言う人いたじゃないですか、はい、あそこまで占いちゃうともう最初からもうなんか出口ないですよね、はい、入り口もないし出口もない、もう今は悪いんだから地獄に落ちるんだと思ったら何もできないですけど、飯田さんの場合だと悪い時は逆にはそこからこうひっくり返って良くなるっていうか、はいはい、裏表っていうんですかね、はい、運が悪い時こそ実は反転して良くなることがあるってよくおっしゃるじゃないですか、はい、あれっちゃなんかすごく新しい考え方だと思うし、こう心にかきますよね。なんかやっぱり健康ですね、これがないことにはどうにもならんと、だからズン、健康が第一、もう何よりも運がいいとか悪いとかというよりもまず健康を大事に考えないかんと、ものすごい当たり前のこと、ね、当たり前のことですけど、さあそのまま痩せないとねえ、あと10キロ痩せなきゃいけないんですよね。10キロ難しいですね。10キロ食べないからといって痩せるわけじゃないですもんね。